O&K 社製造のドイツ国鉄 52K 蒸気機関車オーレンシュタイン,ウントコッペルはドイツ連邦共和国の主要な製造工業会社のうちの一つであり通常 O&K と略される日本語ではコッペルとも略される同社は1876年4月1日ベルリンにおいてベンノオーレンシュタインとアルトール・コッペルにより設立された創業当時は 一般的な製造会社であったが、創業後の早い段階で、主に鉄道車両の製造を開始した。同社はその他に重機とエスカレーター等を製造していた。しかし同社は1981年に鉄道事業から撤退し、1996年にはエスカレーター製造部門をフィンランドのコネ社に売却し主に建設機械製造に、 宣伝することとなったが、建設機械事業部門は、最終的に、フィアットグループに売却されることとなり、2006年、ベルリン工場はその歴史に幕を閉じた。オーアンド経営者の製造名盤、オーレンシュタインウント、コッペル社、略称オーアンド経営者は初めて鉄道網、建設分野に参入した機械製造会社で、創業当初は、機関車等を盛んに製造し、後には、貨車、 客車、そしてとりわけ建設用掘削機の製造に着手した。さらに貨物船は元より、地ならし機、積み下ろし用クレーン車、エスカレーター、変速機、フォークリフトトラック、圧削機、無限機動車、ダンプトラック、高速輸送路線、トラクター、ロードローラー等製造分野は広きにわたり、旅客定期船や船舶積み下ろし用クレーンの製造、 造船業までにも及ぶこととなる。同社はドイツにも生産拠点を所有しており、世界中に広がる営業網により高い輸出率を誇った。アンド経営者の工場ははじめベルリン郊外のユンゲルサールで設立され、その後、ビルヘルム2世統治下のドイツ帝国軍にフェルドバーン、すなわち、軽便鉄道用機関車を納入するために拡張し、さらには、 様々な鉄道設備を軍隊に供給することとなった。同様に、ユンゲルサールにおいて、新規参入会社も軽便鉄道用機関車を製造し、その中でランダーバーネンすなわちドイツ連邦鉄道に納入を行っていた1892年創業のマリキ機関車製作所でも、軍用機関車を製造していた。その後、アンド経営者は、 バベルスベルクとノルトハウゼンにおいても新しい工場が建設した。また、創業時にユンゲルサールに建設した工場の製造許容量が限界に迫っていたため、製造所はポツダム周辺へ移転した。20世紀に入って、オーアンド経営者は蒸気と高油エンジン推進の大型チェーン式切断機を製造した。当初は木製であったが1904年以降には、 完全に鉄製のものとなった。この他にも大ン時計車は硬い土壌での作業用に鉄道用切断機も製造した。1922年には同社初となる無限軌道、すなわちキャタピラ式蒸気動力、ショベルカーの製造に成功した。しかし1926年から需要の増加に従って蒸気エンジンはより効率の良いディーゼルエンジンにとって 変わられることとなった。オーアンド経営者は、ケロシンエンジン製作会社を合併吸収し、ケロシンエンジンをオーアンド経営者の商標の下で販売することとなった。また、第一次世界大戦の際、オーアンド経営者は、ドイツの国家目標達成のためには不可欠であった、様々な大きさのエンジンや車両を製造した。ちなみに、奇妙なことではあるが、 東部戦線においては戦闘員全員が、機関 600mm の凶器を使用していた。1918年11月ドイツ帝国が崩壊したことにより、戦勝国側は終戦時のベルサイユ条約に基づき軍用、軽便鉄道用機関車を接収し、ドイツは製造産業と軍隊規模に非常な制約を課されることとなった。この条約によって、 輸出産業は大打撃を受け、O&K 社経営者は1925年の終わりから3ヶ月の間創業を停止することとなった。しかし、取引状況は改善し、1935年までには5299台の機関車を製造し、1942年1月の最後の納入までに、総計9371個の部品を出荷した。1930年代には、 タイプ50シリーズの蒸気機関に加え、狂気用機関車の他に、標準機の車両も製造された。この際に製造された最先端のディーゼル機関と、国有鉄道会社であったドイツ国営鉄道に、納入された44型及び50系蒸気、機関車は製造当時非常に格格たるものであった。o &K 社は、ベルリン東部シュパンダウの工場で、 ドイツ東部の活端鉱山での作業用のケーブル制御のパワーショベルと大型パワーショベルカーを製造した。しかしアドルフ・ヒトラー率いるナチスが行ったいわゆるアーリア化政策の中で1935年、オーアンド・ K 社とその関連会社の株式は強制的に売却された結果1941年、オーアは政府の信託理事会の管理下に置かれバベルスベルクの 工場は摂取され解明されることとなった。オーレンシュタイン・ウント・コッペルという名称は存続したもののその後略語として MBA が広く一般に用いられた。ベルリンへの大空襲による破壊を乗り越え当時の工場の生産責任者であったアルベルト・シュペールは工場とその製造分野を見直し終戦まではベルリンにおいて蒸気機関の製造が行われることはなかった。 そして、工場、製造施設、またすでに製造段階にあった421台の蒸気機関車を含めた機器を、戦火から逃すため、O&K 社の設備はすべてプラハに移転した。第二次世界大戦中に、O&K 社は52系蒸気機関車を400台、製造しているが、それがバベルスベルクで生産されたのか、それとも、ノルトハウゼンで製造されたかは未だ判明していない。 第二次世界大戦終結後、ノルトハウゼンの工場は閉鎖し、ドイツ民主共和国、いわゆる東ドイツ時代、O&K 社は社名をベブ社と改名した。ノルトハウゼンにおける重機の製造を再開し、ケーブル制御のパワーショベルが再び製造されることとなった。1946年までにバベルスブルクでの蒸気機関車製造は再開し、その1年後に、 戦後初めて蒸気機関車を納入することとなる。1948年には鉄道設備、建設機器製造部門がローアブランドとして政府系企業に売却され、後にバベルスブルクにおいてローア、プラントカールマルクス、略称 LKM と社名を変更することとなった。LKM 社は東ドイツ向けの V180 等の 大型ディーゼル機関車製造部門すべてを引き継ぎ、1950年代後半までに、東ドイツ向けにおよそ4160機、大体半々の割合で狂気の蒸気機関車とディーゼル機関車を製造した。1960年代初めに蒸気機関車の製造を停止した後、液体式ディーゼル機関車と貨物車用機関車の製造に注力することとなった。 約30年間の製造の中で、LKM 社は、バベルスブルクの工場でおよそ7760台の機関車を製造し、そのうちの3分の1は輸出された。蒸気機関車は1969年を最後に製造停止した。1976年、V60D 型ディーゼル機関車の納入を最後に、ディーゼル機関車の製造から撤退し、1964年以後は、 部分的に空調、冷却設備製造に参入した。その後鉄道設備部門などは分離独立することとなり、鉄道部門はベルリンでボンバルディア社が引き継ぐこととなった。今日はバベルスブルクの工場は工業団地の一部となっている。西ドイツにおいては1949年、オーレンシュタイン・ウント・コッペル・エージーという名称の下、製造を再開した。 その後、オーアンド KG 社は1950年、リューベッククレーンカンパニーと合併した。当初ベルリンに本社を構えていたが、1961年のベルリンの壁建設後ドルトムントに移転した。1970年代中頃まで、オーアンド KG 社は順調に成長を続けていった。1972年当時は、西ベルリン、ドルトムント、ハーゲン、 ハッチンゲンとリューベックに5つの工場を有しており、防府部において予備部品交換のアフターサービスを行った。また、世界中に24の代理店を保有8530人の従業員を雇用しており、金額に打貫すると6億2200万ドイツマルク2008年、現在日本円に換算すると450億円相当であった。 輸出率は31%に上り1972年当時、表示資本額と積立金は、それぞれ1000万ドイツマルク日本円前日年換算で約7億2500万円、保有していた。1949年から、同社は主に鉄道車両の製造、建設作業機器、そして取り分け掘削機の製造に注力していた。1961年、 オーンド経社はヨーロッパで初めての油圧式掘削機を製造し、その後5万5000機もの掘削機を製造した。100トンを超えるものも700機以上あり、その中にはエンジン効率2984キロワット、すなわち4055馬力、シャベルの容量52立方メートルの世界最大の掘削機もあった。オーンド経社はこの他にもエスカレーターを製造していた。 ありがとうございます。